葬儀告別式が終わられて、会館に奥さんが小屋さんに来ていただいたときに、何かその友人代表の機会があったら、菅さんにぜひお願いしたいって。80日が、おととい、安倍元総理大臣の国葬で弔辞を読んだ菅前総理大臣がテレビ朝日の単独インタビューに応じ、舞台裏を明かしました。しっかりした挨拶をしたいと考え、一生懸命に資料集めから始めたと執筆の過程を振り返りました。引用した山縣有朋の本については、生前安倍元総理と話していたそうです。これ安倍さん選挙の時ですか、その本に勧めてくれる人がいて読んでるんだっていうことは聞いたことがあったんです。